皆さんこんにちは。こんにちは。尺八にドキドキことにワクワクプンプンの音です。あ、こんにちは。はい、始まりましたね。今日もちょっと待ってください。それこれ、かぶってるの取ってください。これですか、何をしてんの。このままで行こうかなと思って。いいいい、取って。はい、じゃあ、はい、さあ、じゃあ今日の動画は、はい、後ろ向き後ろ向きか後ろ向き、前後ろに前向いてますよ、ちゃんとフック前後ろに来て、あ、逆着替えてきます。はい、着替えてきてます。すいません、本当に今着替え中です。はい、ということでね、はい、気を取り直して、はい、改めまして、今日は何なんですか。はい、今日はですね、第4回月の雫演奏コンテストの皆さんの投稿動画を見る回です。あ、なるほど。はい、楽しみ。第4回っていうことですから、ね、第4回、全部でどれくらい投稿あったんですか。全部でね、今回は26組ありました。26組、はい、いや、すごいね。ありがたいですね。うん、何回もね、投稿してくださってる方も、初参加の方もね、ちゃんといらっしゃってね、嬉しい限りですよね。ね、ただただ、細々としていくんじゃなくて、で、ちゃんと、新しい方も、参加していただけるって嬉しくないですか。ね、で、その26組、はい、死者誤入したら30ですよ。で、第1回は33組。33。で、第2回が26、第3回27、第4回26。はい。なかなかいい数字なんですけど、次のね、第5回目やるとしたら、また同じくらい。30超えてほしいな。その第5は30。V 字回復で。30超えて。まあまあ、でもとりあえず今回は、第4回の投稿していただいた動画を見るという回ですね。これ多分前後半に分かれますかね。そうですね。26ありますから。長くなると。前後半に分かれると思います。前半13組を見ていきたいと思います。皆さんもね、最優秀賞、誰の手に行くのか、そして各賞は誰の手に行くのかっていうのを予想しながら見ていただけるといいなと思います。それでは、行ってみましょう。これは投稿してくれた順番で見てそうそう、まあ一応見つけた順かな。見つけた順。見つけた順。なんかね、なんかハッシュタグつけたりつけてもらってるんですけど、検索しても、そうそう、出てこない。なんかね、見つからないのがあったりとかして。だから私もね、なんかちゃんとリツイートしたかすごく不安なの。もしなんかしてなかったらね。漏れてたら申し訳ないな。すごいいろいろの手を使って探して、別になんかミュートしてるとかブロックしてるとかそんなことないのに、なんかね、見つからない時があったりとかして。まあ一応投稿していただいた順というか、僕らが見つけた順っていう。ということで見ていきます。じゃあ一組目、一番、じゃあエントリーナンバー1番、はい、ね、エントリーナンバー1番は、はい、テケレイさん。テケレイさんですね。はい、テケレイさん。テケレイ、テケレイ、テケレイ、どっちだろう、どっちかね、これ知りたいですね。はい、もう何回も出ていらっしゃるというか、もう民族楽器でね、特徴のある楽器でね、モルドバカバル、そしてテケレで、今回はこれもまた珍しい民族楽器ですね。いやいや、日本の尺八です。珍しい民族楽器でのご参加ということですけれども、じゃあちょっと聞いてみましょうか。はい、ご自宅のお部屋でしょうかね。すごく白い世界です。白い世界。サメがいる。そう、サメ。クジラかなと思って。サメだ。サメみたい。クジラ？うん、サメみたい。サメ。イケアのサメか。あ、いいですね。いい演奏でしたね。はい。なんかハンガリーっぽく聞こえるのなんでだろう。やっぱりなんかテケレさん見るとハンガリーっぽい感じしちゃうから。はい、テケレイさんは YouTube のチャンネルがあるみたいなんで、まあ、あの概要欄、参加していただいた方の動画、なんだ、YouTube ある方とかは、YouTube チャンネルあの概要欄に書いておくので、もしよかったら、あの、また見てあげてください。いろんな動画載ってると。はい、テケレイさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次は、ウッチーさんですかね。ウッチーさん。はじめまして、ウッチーと申します。月の雫コンテストに、心が踊り応募させていただきましたね。うん、嬉しい。はい、じゃあ聞いてみましょうかね。ウッチーさん、YouTube でいろんな曲演奏してるの出してて、あのYouTube の画角だと思ってさ、うん、これやったらいいですよ。後ろに尺八が立って、デザイン、画面の構成もそんな感じだから、そうそうそう。このかいつもこんな感じでやってるね。
やかな。伸びやかですね。はい、いいですね。はい。うん。また、まあ、ウッチーさんも YouTube チャンネルあるみたいなんで、うん、概要欄に紹介しておきます。はい。あの、尺八の演奏すごいたくさん出してらっしゃるんで、うん、歌謡曲ポピュラーみたいなのを尺八で演奏してますね。はい、じゃあ、ウッチーさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして3番目。はい。3番目は、はい、こんちゃんですね。第1回目の優勝。第1回目のチャンピオンですね。さあ、今回はね、はい、初めて動画編集しました。いや、こんちゃんって動画編集初めてなんだ、これ。すごいね。今までノー編集でずっと。そういうことか。出たってこと、それも意外だけど。めちゃくちゃ拙いですが、うん、動画編集が拙いとかね、うん。今の私には精一杯です。今回初めて、全編落として真面目に吹きました。真面目に吹いた。じゃあ聞いてみましょうか。はい。歌って。温めたムーブラを。ちょっとムーブラ。その大丈夫。大胆の音の出し方を解説しながら吹いてる。歌ってる。で、大寒の図ってほら尺八やってない人は分からないんですけど、なんか押さえるんですよね。そう、感じりを塞ぐ、うん、よく足でね、やったりとかね。ヌーブラでやる、ヌーブラでやるっていうヌーブラくっつくくっつくのか。はいはい、ありがとうございます。なんですかこれ、真面目に吹いたのは、うん、こっちが半分っていう人で、はい、右の人は、うん、決して真面目ではない、決して真面目ではないから。まあでも、ほら、真面目に大寒の都度出し方を、はい、うん、真面目に紹介して。新しい吹き方ね。うん、ね。こんちゃんどうも、いつもありがとうございます。はい。こんちゃんの YouTube チャンネルも、はい、ね、紹介しておきますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、次行ってみましょうか。はい。次は4番。4番目は、わたさん8、あと尺八の夫さんですね。はい。今年も月の雫を応募させていただきます。3D プリンターで尺八と、うん、お、2個を自作。え、作れるの2個って、ね、すごいね。すごいね。で、これ 3D プリンターはどうしてるんですか？持ってるってことですか？持ってるってことじゃない？そんなこと。そうそう、だから 3D プリンターって今、そう、簡単なやつは手軽に。あ、そうなの？そうそうそう。で、それで2個も作れるぐらいのやつの。2個をね、1個作ったんじゃない？ 2 個を1個。3個。何個作ったの？1個作って1個2個3個、画面には2個映ってるけど、はい、2個は1個作って、うん、それを合成してるってことですよ。すごいな。はい、じゃあ、はい、聞いてみましょうか。はい、ね、はい、何度も撮り直したんですって。ありがとうございます、うん。尺八と2個とギターですね。ギター民族感がすごい出るね。ギターの個性を食ってるというか、まあ、ちゃんと、まあ、ハーモニー、ギターが全体をクッとまとめてるから、うん、うん、ああ綺麗。あ、最後の終わり方なんかアーメン終始みたいな、なんかよくわかんない、そんな感じに聞こえるような。はい、いいですね。いい、3D プリンターで作った尺八、そして1個の2個、はい、うん、でギターっていうことでした。はい、わたさんも YouTube チャンネルあるみたいなんで、はい、ぜひ概要欄から見ていただければ、うん、はい、ということでどうもありがとうございました。ありがとうございました。次は、はい、中村琴子さん、はい、琴子さんですね。琴っていう字が、ね、琴が入ってる人は琴を弾く確率高いですよね。はい、初応募です、はい、従来の琴パートと、尺八パートのどちらとも琴で弾きましたとね、とても綺麗な曲で、うん、演奏 してみたかったのでトライしてみました、うん、ありがとうございます。嬉しいです。ペットの小桜インコさんが最後の方で割り込んでいます。いや、楽しみですね、それも、はい、うん、はい、じゃあ聞いてみましょうか。はい、
なの分かりました？分からなかった。インコ、うん、多分ね、喋り出す藤崎さんが喋り出す上にっていうの聞こえた。ちょっと聞こえて、違う。姿は見えないの。姿は見えないけど、声か声か。なんか違うかな。姿をずっと探してる。姿。音でしょ。話し飼い。そっか。そう、話し飼いじゃないでしょ。後ろにこうピュッと飛んでこう行くのかなと。そんななんか UFO が映り込んだみたいな。そうね。それはそうとかなんかこう止まるとか。止まるとか。今年の上に止まる。それすごい演出だね。うん、優勝で。それ優勝。そしたら、うん、で一応声での参加ってことですね。はい。はい、ね、中村さんも YouTube チャンネルがあるみたいです。うん、あ、多分おことの演奏結構上がってるよね。あ、はい。ね、うん、はい。ということで、はい、中村さんどうも。ありがとうございました。ありがとうございました。次は6番目。西大さんですね。西大さんはおそらく歴代コンテスト史上最悪の演奏動画と評されてしまうかもしれません。そんなことないよね。そうそう、もう動画投稿していただけるだけで本当ありがたいので、で、しかしそれでもここまでに培ってきた実力で出せる最高の精度でお届けします。いや、だからそれはね、ね、最高の演奏ってことですよ。そうそうそう、ね、尺八で三日月の雫です。あ、三日月の雫。あ、それはあれだ、ちょっと自信がないから欠けてるっていう意味なの。 そんな遠慮しなくていいのにね。本当、ね、ありがたい、ただただありがたい、うん、さあじゃあ、はい、聞いてみましょう。ちゃんとしてるよ。ちゃんとしてるよ。そのユウだね、ユウかな。あ、ほんと、うん、めちゃくちゃおしゃれな場所だと思いません？これバンドのスタジオかな。スタジオだよ。照明がピカピカってしてる、ね、ピカピカ。わかんない、これなんか蛍光灯故障してるじゃない。え、そうなの？違うでしょ。そんなことない、うん、ほら、ちゃんと吹いてるじゃない、うん、素晴らしいですよ。もうこれ決して、うん、ね、史上最悪の演奏動画のこと全くないですからね、うん、はい、全然。ありがとうございます、うん、はい、西大さんどうも、素晴らしい演奏動画ありがとうございます。さあ、そして次は、あ、ふんずさん。ふんずさんもね、はい、うん、もう常連という感じですね。今年もこの季節になりました。はい、もう恒例行事ですね、はい。くすっとでも笑ってもらえたらそれでいい。うん、ね、使った楽器は、二の身型オカリナ、チャカリナと、コウキンミニですね、うん。聞いてみましょうかね。はい。はい、絵がもう綺麗だもん。じゃあ、おいただきます。ちょう飲むと見せかけてそのまま。いい音するんですね。腕があるからね。そっか。ふんずさん上手だ。基本ね。こう売ってるんですか、こういうの。ねえ、どうなんだろうね。ね、すごい。うん。これ卑怯だって。ビヨヨ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 は卑怯だよ。ビヨヨヨヨはもう昭和は好きだよ。みんなどうか、平成も好きかな。昭和生まれ見て笑っちゃうでしょ。笑っちゃう。笑っちゃうでしょ。うん、ね、卑怯だな、豪気。はい、ふんずさんも、ふんずさん、ふんずさんどうもありがとうございます。YouTube チャンネルあるみたいなんで、ぜひご覧いただければと思います。どうもどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、8組目、六活ポジットさんですね。うん、テーマ、うん、分かりやすい。月の雫大断言。大断言、全部打ち込みです。演奏動画がないので、自動で絵を描いてくれるアプリに、月の雫で絵を描いてもらいました。次は3弦で参加したい。3弦って言ってるってことは、地唄系の人ですね。そうだね。うん。三味線のことです。そうそうそう。っていうか、自動で絵を描いてくれるアプリの方がすごい気になるんだけど。うん。そんなのあるんだね。ねえ。すごい。じゃあちょっと、じゃあ演奏の方聞いてみましょう。打ち込みって言うんですね。あ、これ、この絵、これが絵なのかな？AI こういうのを掛け軸みたいな感じに見えますね。あ、これで全然違うもんだね、うん、あ、かすごいね、ぽい感じするもんね。
仕込みならではって感じ。うん、あ、ありがとうございます、はい、ノリノリで楽しかった、うん、いいね、うん、じゃあ次は三軒で参加したいってなるから、うんうん、ぜひ打ち込みとこの三味線のね、うん、こう融合みたいな感じで生演奏とやるといいんじゃないですかね。はい、はい、六月ポジトさんどうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ次は、はい、次は9組目ですね、はい、9組目、浩二さん、はい、浩二さんですね。和楽器演奏グループの尺八メンバー3人で、うん、月の雫演奏コンテストに応募しようと集まりました、うん、でも琴がないと寂しいので、うん、私は急遽琴を練習して参加しました、大変で、なので、琴は練習不足ですので多めに見てください、はい、うん、もう全然そんな、ね、尺八のメンバー3人でつってるのに、うん、あのね、琴の人がいるからあれとかだったけど、うん、急遽だったんだね、すごい、じゃあ聞いてみましょう、はい、あ、いいですね、決して急遽には見えないんだけど、あ、いいね、なんかやっぱりみんなで演奏するっていうのいいね。うん、こういうね。和楽器演奏グループ、いいな。集まってるんだって。綺麗綺麗。おー、いいじゃないですか、いいじゃないですか。すごいすごい。はい、あの、急遽こと。急遽ことでここまで弾けるのすごいですよ。ね、すごいよね、うん。みんなに希望をね、そう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 、やってみようかしらって思うよね。ね、諦めずにね、最後までみたいな。そうそうそう、そう、うん。すごい。尺八もね、お二人で吹いてて、うん、ね、すごく綺麗に揃ってたし、うん、すごいいいじゃないですか。はい。はい、コウジさん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。さあ、じゃあ次は、はい、10組目、カニエさんかな、カニエさん、2回目の応募になります、はい、あ、去年もね、参加してもらいました、ね、今年は仲間が増えました、うん、早く気軽に合奏できるようになりますように、はい、あれ、さっきあれ、コウジさんコウジさんと同じ方、同じあれですね、はい、1名1名減って今回はカニエさんとしての参加、はい、さっきは、まあ、コウジさんの和楽器グループとしての参加ですよね、はい、じゃあ今回個人で、はい、個人でのエントリー聞いてみましょう。で、助演コウジさんなるほどなるほど、はい、いい、楽しい、はい、聞いてみましょうか、はい、ああ上手、金で力いっぱい吹いてますって。でもそういうところの場面だからそれでいいと思う。これさ、カニエさんもね、もちろんそうなんだけど、カニエさんの動画だったからそうなんだけど、コウジさんすごない？コウジさんすごい。最後ね、チャンっていうもうやったって感じ。やったって感じ。コウジさんさ、さっき冒頭の部分でこれあの、終わりのところじゃんか、うん、結構ちゃんと練習してない？それにね、これね、結構テンポ早く弾いてると思うんですよ。もっとね、ゆっくり弾ければもっといい感じにできると思う。ね、うんうんうん、そうそうそう、はい。でもきっと尺八の方の、ね、に伴奏するって合わせるって合わせたんだと思う、テンポね。いや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 。ゆっくりだったらね、もっときっと。うん、ちょっとこれカニエさんの動画だから。そう、うん、そう。はい、あの、でもカニエさん、あの、前回の動画から比べてまた吹き方ね、うん、あの上達されてるなって感じがして、うん、僕すごい楽しい。だから連続してこうやって投稿されると上手くなってるとかっていうのが分かるからさ、うん、うん、すごい嬉しいですね、はい、うん、はい、カニさん、コウジさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。コウジさん、忘れちゃったけど、カニさん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、ね、はい、さあ11組目ですね、はい、11組目はニコット・リンさんですね、はい、初参加です、うん、尺八パートは音域の関係で2個ではなく中個です、まあ、中個っていうのは、うん、あの2個よりちょっとサイズが大きくて、うん、まあ、バイオリンに例えると分かりやすいんだけど、
バイオリンとビオラみたいな関係かな、うん、それだとイメージつきますかね。ちょっとだから大きいサイズ、音域が低い低音の2個のものですね、うん、で応募を決めて、あで撮影を2日で撮影、うん、練習も甘く出来が良くないです。編集のスキルもなく映像も綺麗ではないですが、鬼滅の刃が大好きなので楽しく撮影できました。藤の花とクジラ肉も撮影前日に到着して、ほあ藤の花とかわざわざ用意していただいたんですね。ありがとうございます、ねうん、あのほら真ん中にあるね、鬼滅の刃はね、僕たちも好きですからね、はい、刀鍛冶の里編が待ち遠しくてしょうがないんですけれども、うんね、はい、うん、いつ放送するんでしょうね。まあいいか、はい、じゃあちょっとねちゃんとあの聞いてみましょうか、ね、羽織をね羽織って、炭治郎と禰豆子がかな、羽織が来てますよね。わざわざ動画に文字も入れていただいて見やすい。琴と中古ちゃんと説明もついてる、素晴らしい。全集中いいです。藤の花で疫病退散、クジラ肉で免疫力アップ、ね、素晴らしいですね。見た目もすごく華やかでしたね。華やかでしたね。僕ちょっと気になったのは、うん、この中古っていうのは、うん、新品なのか中古なのか気になったんですけどね、まあ、どうでしょうね。はい、じゃあ次行きましょうかね、次の12組目、はい、12組目はキサさんですね。キサさん、キサさんもねよく投稿していただきますが、うん、いつかやりたいと思っていたコトと2人でコンテスト参加です。どこのフレーズも好きなので切り取るの大変。あ、うん、嬉しいですね。いろいろやらかしているフルバージョンはこちら。あ、フルのバージョンは YouTube に投稿していただいてる、うん、あの YouTube のチャンネル概要欄に紹介しておくので、まあ、そちらからも他の動画見ていただいたりすればいいかなと思います。はい、はい、じゃあ聞いてみましょうか、キサさんの演奏。しっかり弾いてていいんじゃない、力強いですね。ということで、あ、いい演奏ですね。うん、コトとやるっていうのがね、あれだったのかな。うん、そしていつかやりたいと思いました、うん。じゃあ、ね、いろいろやらかしてるフルバージョンもあるらしいので、皆さん、そちらの方もぜひ聴いてみてください。はい、ということで、キサさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして次は、はい、13組目。前半戦最後かな、はい、紹介するのは前半戦最後13組目紅茶さんですね。紅茶さんもね、はい、いつも出て、うん、いつもね、はい、今年も開催楽しみに待っていました。いや、お待たせしてしましたね、すいません、本当にありがとうございます、で昨年尺八パートを歌った紅茶、はい、今年は琴のパートを歌っていました。始まりの琴、パートに歌詞をつけてみましたっていうことですね、はい、くんぷーさんの素敵な月の雫の曲がもっともっと広がりますようにと。いや、ありがたいですね。ありがとうございます。そんなコメント。はい、で、伴奏は、毎年ご参加いただいてるお母さんのギターとかですね。はい、もう本当こういうのいいよね、うん。一緒に楽しんで。さあ、聴いてみましょう。はい。いやいや、歌詞を聞くって感じ、聞き入ってしまいました
いや、恒例行事だね。うん、いや、本当なんかもうありがたい。2月になったらそろそろで。うん、で、3月の末にこうやってね、なんか発表してって感じで。ね、あ、嬉しいな、そう言ってもらえるとね。はい。ね、今回も素敵なね、歌詞ありがとうございました。ありがとうございました。終わり方がすごい好きだった。どんな？おー。あ、いいね。いいね。ということで、まあ、前半戦13組、はい、聞いていただきました。次回はね、はい、残り後半14組目から、はい、26までのね、はい、作品を聞いていただきたいと思います。また数日後に動画が公開されておりますので、またお付き合いください、はい、ということで今日は第4回月の雫演奏コンテスト皆さんの参加作品を見るぞ前半編ということでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。